パイロットの帽子をかぶり、アメリカ・サンフランシスコ空港内を歩いているのは、5歳の子豚、リルー。旅の疲れを癒す世界初のセラピーピックです。真っ赤なペディキュアに黄色のリボン。おめかししたリルーに人々は釘付け。リルーも尻尾をフリフリ、自撮りに応じたり、ピアノを奏でたりと大活躍です。動物セラピーを導入した空港職員は、乗客のストレス緩和だけではなく、職員と乗客との関わりも深まり、素晴らしい効果だと話していました。